コマンチ族の乗馬術による軍港は、アメリカ合衆国のテレビドラマ、ウォッチメンの第1シーズン第2話であり、2019年10月27日に HBO で放送された。第一次世界大戦中、アメリカ軍兵士の OB ・ウィリアムズは、黒人部隊の一人として行進する。その最中、ドイツの飛行機が、頭上からアメリカによる人種差別を訴える、プロパガンダ広告を投下し、 OB は、その一枚をポケットにしまって持ち帰る。現在、アンジェラは、ジャットの死を嘆き、2015年のクリスマスイブに、タルサの警官40人とその家族が第7級兵隊の標的となった、ホワイトナイト事件の後に彼と親友となったことが、回想で明かされる。事件で生き残った者の,のうち、アンジェラとジャットだけが、警察に泊まり、新人を募集するために、 警察官の身元を保護する法律をさせることを州に要求したのであった。アンジェラは車椅子の老人をパン屋に連れて行き尋問する。彼は自分がウィルであると言い,い、アンジェラの祖父であると主張するが彼女は疑う。彼女が密かに彼の DNA を採取して遺産センターで鑑定したしたところウィルの主張は肯定される。ウィルは誰もが秘密を抱えており、そして ジャットでさえクローゼットの中にサレコーベがあるだろうと語る。アンジェラはジェットの自宅でのツヤに出席し、毛病を使って彼の寝室に忍び込み、クローゼットの奥の隠しドアの中に保安管バッジのついたクークラックスクランの衣装を発見する。ツヤ後にウィルの元に戻ったアンジェラはジャットのクローゼットをなぜ知っているのかを尋ねるが、彼は答えない。アンジェラはウィルを 警察署に連れて行こうとするが、彼を乗せた車は巨大な電磁石によって持ち去られてしまう。残されたアンジェラの足元には一枚の紙が落ちてくる。それは OB が拾ったドイツのプロパガンダ広告であり、その裏面彼が1921年のタルサ人首暴動で幼いウィルが逃げる前に、この子を見守ってくださいと書いた紙であった。田舎の邸宅の主は使用人のフィリップス君と、 クルックシャイクス上、その他の覆面の使用人たちが演じる自作の戯曲、時計職人の息子を鑑賞する。ジョナサン・オスターマンが DR ・マンハッタンへと変貌する場面では、セットの実験室にいるフィリップスが、本物の焼却炉によって生きたまま焼かれてしまう。それでも戯曲は続き、最後に他の俳優やスタッフがフィリップスとクルックシャンクスのクローンであることが明かされる。 あるはフィリップスのクローンに焼け死んだ方の彼をセラーに運ぶように指示する。エピソードのタイトルはジョージ・カトリンの絵画、コマンチ・フィッツ・オブ・ホースマンシップから引用されている。エピソードはニコール・カッセルが監督した。HBO はカッセルによって撮影、制作されたパイロット版を評価しフルシーズンの許可を下した。このエピソードとシーズンの残りは パイロット版とは別のスタッフを起用したため、カッセルは2つのエピソード間で必要な制作の連続性を提供するために彼女は第2話も監督することも重要であると感じていた。エピソードのタイトルは劇中でジャッドの邸宅内に飾られているジョージ・カトリンの絵画、コマンチ・フィッツ・オブ・ホースマンシップから引用されている。カトリンの作品のいくつかと同様、この絵画は十一世紀では、 アメリカ先住民の文化への侵入とみなされ、人種差別的な雰囲気が漂っている。これによりジャットのクローゼットに KKK の衣装が隠されていることが絵画によって示唆されていると一部から分析されている。このエピソードでは、ドクター・マンハッタンを演じるフィリップスのクローンの正面からのフルヌードのカットが含まれている。このカットでは、フィリップス役のトグマイソンの代わりにボディダブルが 使われている。ショーランナーのデーモン・リン・デロフは、シリーズのある時点で、フルヌードのドクター・マンハッタンを見せることを期待していたと語った。彼は、ドクター・マンハッタンの青いペニスを見せることは、リミテッドシリーズと映画の象徴的なアイコンであり、ショーランナー就任が決まった際に、友人や仲間は皆口々に、青いペニスを見れるのと聞いてきたことを明かしている。 しかしながらリンデロフは、ある程度の不条理とコメディを使って、これを行う方法はあったが、同時に資料として認められないだろうかと考え、そして、劇中劇、時計職人の息子をこの、カットの適切な手段として使用するというアイデアに、至った。この劇自体は、天才マックスの世界のそれのような高校生の、演劇のように作られているが、ウェス・アンダーソンの映画に似た。 演出要素が使われている。マイソンによると、彼とクロックシャンクス・ジョーを演じるサラビッカーズは、質の悪い劇を表現するためにその場面では、意図的に下手な芝居を行った。ロッテントマトズでは34件のレビューで94%、平均点は7.4、10となり、デーモン・リン・デロフと彼のチームは、絶対に工作しているが、積極的に、 コマンチ族の乗馬術による軍港に期待を覆し続けているため遠慮することを拒否しているとまとめられた。初放送時の視聴者数は推定76万5000人である。ありがとうございます。